このチャンネルは、お米粉の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、飯テロ、たくさんの猫におやつを見せると修羅場になるということでね、もうおやつを見つけた瞬間、猫ちゃんにね、囲まれてるんですよね。このタトラさんはね、膝の上に乗ってますよ。ね、黒猫のゴロウちゃんなんですけれども、この子もおやつ大好きですね。ね、もう2匹に膝の上に乗ってますけれども、ゴロウちゃん立ち上がってますよ。今あげたのがね、あのムールくんって言いまして、サザエさん一家のね、ムールくんなんですね。このパッツン前髪がね、とっても個性的で可愛いですよね。お、黒猫のゴロウちゃんが膝の上に来てますね。本当にこんな感じでね、おやつをもう持ってると、これだけの猫ちゃんに囲まれるってね、本当幸せなんですよね。やっぱね、今子猫とかがね、この時多かったのでね、子猫はね、いっぱい来てくれますね。まあそれに負けじと大人猫、今銀次郎くんも来てくれたんですけれどもね、見た目がとってもアメリカンショートヘアに似ておりますけれどもね、ダイエットにこの間失敗したということですね。もうおやつはね、1個ぐらいにしといてくださいねって今言われておりますよ。ですのでなかなかあげれてないんですけれどもね、え、銀次郎くんすごい欲しそうにしてるでしょう。もうこのね、銀次郎くんの顔を見てるとあげたくなるんですけれどもね、これは我慢我慢ですよ。このちょいちょいするお手って可愛いですよね。ね、ぐいぐい来ますよね、本当に。可愛すぎる。銀次郎いいな、この子は。また膝の上に乗ってきてくれてますね。銀次郎の存在感が子猫に負けてないっていうのも本当にすごいですよね。いいなぁ。ここだけあげようかな。立ち上がっていいですね、うん、この子はね、ブリティッシュショートヘアのグレン君ですね。ね、この丸々ボディ、あ、まだ銀次郎来たなぁ。ね、もうこの2人はね、あの丸顔同盟ということでね、いいですよね、このお互い丸顔のぽっちゃりフォルム。また来てくれた、ね、おやつをくれる人だって思ってるんでしょうね、銀次郎は。でもあげれないんだな、もうあげたんですね。かわいいのあげたいんけど、しゃあないですね。今回のお店は新大阪付近、阪急JR 淡路駅近くにあるココネコカフェ森の猫屋さんです。でおやつがなくなってもね、手をペロペロとかしてくれてますね。でムールくんがね、ずっと食べてくれるんですよ。なんか後ろで何か音がしたんだな。びっくりしておりますけれども、サザエさん一家で一番ね、体の大きな方なんですよね、ムールくんっていうのは。やっぱり食欲旺盛ですね。かわいい。猫ちゃんの食べてる姿って本当に癒されますよね。現地だとね、こんだけ囲まれるのでもっと癒されますよ。おやつなんですけれども、森の猫屋さんの場合は100円で販売しておりますのでね、ぜひ森の猫屋さんに行った時はおやつ、ね、聞いてみてくださいね。まあ、数に限りがあるとは思いますので、早めにということで、今ね、おやつをあげてるのが、ハマグリくんって言ってね、ムールくんとの兄弟なんですよ。ちょっとね、人見知りというかね、怖がりさんですので、なかなか食べられないんですけれども。うん、先ほど食べてくれてよかったなぁ。あとまだもうちょっとありますね。で、猫屋さんの場合結構ね、粒の小さいおやつがたくさん入ってますのでね、長く楽しめていいんですよ。食べてくれてるな、ハマグリくんも。
もうちょっと欲しいよっていう目しましたね、今。おグレン君にあげようかな。なんでか今コロンってしましたよね。うん。でも今度丸丸ボディだけあって、ね、あの、食いしん坊さんなのかなと思いますけれども。ブリティッシュショートヘアっていうのがね、筋肉質な体型ですので、まあ、これがおデブちゃんっていうわけではないかなと思うんですけれども、横に白猫、シャム猫ミックスだったかな、この子は、あの、ショコラちゃんが来てくれましたね。この子もトライアル決まってるんですよ。食べてる姿、キャワワだな、本当に。はい、おやつはなくなりました。いかがだったでしょうか？皆様、とってもね、食べてる姿は癒されますよね。よかったらね、チャンネル登録や高評価をしていただくとね、この子たちにも里屋様が見つかりやすくなりますので、よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、森の猫屋さんでした。